はい、どうもニューレディの肉の工事肉よです。はい、本日でね、小田急ロマンスカーの小田原への旅行も最終回ということになります。信じられないということで、おせんじな感じの音楽になってますけども、はい、まあ、ただ尺がね合わなかったからこれに変更しただけなんですけど、あ、今快晴を通過しましたね。快晴、これはね、足柄上郡にある快晴町にできた駅で、ありまして、1985年、だからちょっとね最近に作られたんですね。でも最近って言ってももう40年近く前だから、そんなに最近でもないんですけどね。はい、ね、あの別に快晴って言うんですけども、西日暮里にある快晴中学、快晴高校とは何の関係もないそうです。ただね、両方ともね、由来に関しては共にね、中国の易経という書物にあった怪物政務という言葉を、まあ、省略したものらしいんですけども、意味が物を開発して事業や職務を望んだ通りに完成させること、または人々の知識を開発して世の中がうまくいくように導くことらしいです。ね、改正帳も随分大きく出たもんだね。で、改正帳といえばね、あと名物なんですけども、改正帳のあじさい祭りっていうのが毎年6月にやってました。あ、今そして駅通過しましたね。今通過したのが加山駅ですね。加山駅、で加山駅、これなんか難しいんですよ。木偏に100みたいな字書いて、かって書いて山っていう字で加山駅なんですけども、まあ言うべきところが特になくて、まあ旧桜井村だったところが1950年に小田原市に編入されたということで、もうこの加山駅から先が小田原市内を走っているということになります。でね、小田原市内に入るとね、駅の間が短いんですよ。だからね、もう特に言うことがなくてもあっという間に過ぎていっちゃうね。だからもうどちらかというと、肉よちゃんのね、おセンチな表情みたいなのを、ナレーションしていきたいなとかって思うんですけども、というふうに言ってる間にもう次の駅、はい、これが富津という駅を今通過しましたね。富津って言ってもあれですよ、関西のね漫才コンビじゃないですからね。それはトミーズやねん。はい、で、名前の由来は水が飛んだ土地っていうことで、トミーズらしいですよ。で、トミーズの、まあ、こう言っておくべき情報としては、二宮尊徳、二宮金次郎が生まれたところらしいですよ。それ以外はトミーズね、特にありません。はい、でも安心してください、駅間が短いので、もう次の駅のご案内をさせていただきますよ。はい、次に通る駅は、ここで踏切過ぎて、意外とあった。はい、いや、はい、今行きました。蛍田という駅を通過していっています。蛍田はね、ここの辺りがですね、まあ、田んぼが広がってて、そこにホタルがいて、すごいホタルの名所だったことからホタルだというふうに名付けられたそうです、ね。まあ、この辺意外と単純な駅名の付け方なんですよね。はい、で一応ね、小田原アリーナの最寄り駅っていう触れ込みなんですけども、駅から歩いて15分ぐらいするからそんなに使わなくて、乗降客数は小田急小田原線内で下から3番目ということで、まああんまり利用されていない駅、蛍田でございましたね。え、じゃあそうなると下から3番目って言ったら、下から2番目と1番目が気になんない？気になる？気にならない？私は気になった。あなたは気にならない？ねえ、私は気になりましたけども、で、次の駅が、もうじき来る、来ないかな、これ変なところ行っちゃった。大丈夫ですね、なんかやっぱり住宅街通ってるので。次の駅が足柄、今足柄を通過してます。はい、足柄という駅がですね、実はですね、小田急小田原線内で2番目に少ない乗降客数の駅らしいんですよ。隣の小田原行っちゃうのかな、みんなね、すぐにね。で、あとはもう通過する電車も多いから、あんま乗らないんでしょうね、うん、ということで、足柄駅、ちなみにワースト1位
こうなったら気になってきたでしょ、ね、気にならない私は気になった、はい、ということでワースト1位乗降客数の駅が南新宿です。わーいって ね南新宿は新宿駅の隣の駅ですね、まあ、代々木と新宿の間にあるというかその辺に近くにある駅なんで、まあ、そっちの駅をみんな使うっていうのとそれぐらいですかね、まあ、一応最寄りで山の美容学校とかあってね組合の方なんかね山の美容学校に憧れを持ってる人なんか多いんじゃないかなとかって勝手に思ってましたけども、はい、まあ、そんな南新宿の話をしている間にもう次の小田原駅に着いちゃいそうじゃないですか。やだ肉よセンチメンタルになっちゃう、だんだん電車のスピードも遅くなってきたよ、どうするの肉よちゃんもこの旅は終わっちゃうのかい、終わらないのかい、レイラ2回、あ、ごめんなさい、レイラ2回さんじゃないね、ハワイのプロレスラーですね。あ、ねえ、なんか変な今変な橋を越えて、はい、そしてもうなんか JR が見えてきましたよ、 JR の電線が見えてきましたよ、これ JR の電車ももう見えてきちゃうんじゃないかい、あ、見えてきましたということで小田原駅に着きます。小田原は JR とロマンスカーとあと新幹線も通っている巨大駅です。ということでここで降りて小田原動画を撮りました。またねー。